メイヤさんとかね、もう売れっ子アイドルですから、野生のメイヤ見つけたらおしり、初手おしり、富士。おおおおおおおさて、あれ9秒ってやつ、こっからまた9秒たまり直しの、あ違う30だ、はいはいはい、あれ原産誰か上に行く、テープタイム戻ります。これでね結構どれくらい秒数かかったか分かりにくくなるんですけども、今回はねシェリフ時計がついてるので便利。ちょっとで戻るとめっちゃかかるな。25で停電。あら、あら、あ、ゲンジさん、アルマさんは武器庫のダウンロードに置いてきました。高田さん、宿舎脇、ね。はい。僕、貨物端脇、貨物直しです。はいはいはい。で、武器庫のダウンロードに置いていったんだったら、僕が下の銃を4丁しまって戻った時にアルマはいなかったんで、どっかに行ったかなっていう感じです。武器庫のダウンロードで私がアルマさんを置いて、そのまま展望まで停電直しに行ってて、うん、道中で、慎太郎さん、あとメイヤさんも来られたかな、うん、なんでまあ神明現場では展望で固まってるっていう認識で OK だと思います。まあ、僕はキッチンでバーガータスクをやってから展望デッキに停電を直すために行ったら、もう原神太郎がその場にいたっていう感じですかね。ワンチャン切れるとしたら一番後ろ、そうすね、あ俺が一番後ろっすね。ワンチャンかけど、うん、このターン33秒です。一応シェリフ使用してきました、うん、で最後の3秒見合ってたら無理です、うん、あだったら僕目線メイヤー君とゲンさんに隠しろ打てるかもしれないわ、うんうん、多分無理そうだよね。俺目線はね、慎太郎ゲンはね、二人とも絶対無理だと思う。例えばその展望の先っちょにいた場合、最後に慎太郎だっけ下行ったのって。あれゲンさんと慎太郎どっちも行きました。僕があのアップロードの方向に最後走ってる。うん。慎太郎さんの位置確認したぐらいで終わりです。そこぐらいですね。慎太郎が切れるのはね。じゃあ僕視点だと僕は最後ね、エンジンルーム方面に行ってるんですよ。で、ある、下の銃しま、上の銃しまったときにメヤさんと一緒、下の銃しまったときは一人で、戻ったらアルマがいなかったってことだから、アルマはコックピットかエンジンルーム側に抜けていると思う、僕よりも前に。で、高田さんも宿舎明けだったら、どっちも左っぽいって感じでいいのかな。あ、そうなの？いや、わかんない。高田さん、俺と最初に金庫のダイヤやって、俺より早く抜けて、俺がミーティング行ってるから、多分エンジンに抜けてるかなって感じ、ヌーは左。他の位置、洗った方がいいかもしれないですね。ガミは最終メインの除染です。で、停電前に藤宮さんが除染出て左の方に行きましたか、ね、はい、お行ってます。で、メイン左の扉を停電明けに開けて、今エンジン真ん中なんで、まあ僕視点は工藤丸さん信じたらほぼプテ。エンジン真ん中ってどこ？今僕、んの下にいるんだけど。俺、ルーの上。ルーの上どっちの上ですか？ガミさん前で隠しろかな？じゃあ多分、藤宮さんが蓋してる。まあ。まあその高田さんがリフトを移動してない限りはかなり厳しいかなっていう。一応死人藤宮は僕は見えてないんだけど、まあまあでも容疑者的には見切りかかわれるから怪しくない。うん、どっちもあると思うよ。プテさんかな。うん、はい、はい、あと一応トータスさんの位置って出ましたっけ、貨物脇貨物で停電直しって言いました。あ、そうか、停電直し、はい、うん、いいね、はいはいはい、まあ、基本的には僕視点だと藤宮は人外だと思う。まあ僕もローラーでいいかなって思ってます正直、うん、
何フジプテリオクルーはないか位置的に。そうですね、ないっすね。プテハシが武器庫からエンジンの方行ってて、俺がメインからエンジン行ってるから。そうそう、ね、高田さんを見てない人がいてアルマーの行方はコックピットかエンジンなんだけど、コックピットだったら工藤さんとかも全然行けるけど、エンジン側だったら、まあ、藤宮が見ないとおかしいでしょうか、多分。まあ、宿舎に登ってる場合は、あ、僕したらね、工藤さんも陣外っぽいかな。サントスさんってはしご登ったりとかしてないですか。そう、してないですよ。あのキッチン脇からエレキのグイまでなんで、しないから多分大丈夫と思う。うんうん、じゃあ、本当にがっつり3秒以内って感じか。なんかプテフジクドガミっつったら終わりそうじゃないですか。わかる。ガミさんよりはメイヤさんじゃないか。まあ、僕最初メインなんで一応最後。なんで俺なのかがわからん。メイヤさんで弾かれてないでしょ。いや僕から弾けるよ多分。あ弾けんの？さっき弾いた。最後のその停電治ってからは慎太郎メイヤゲン基本的に見合ってるんで、うん、33秒なら多分無理。切るところ。メイヤさん切れるのはもうキッチン左ギリギリぐらいですね。もういやそれが多分僕とゲンさんが下見ると思うんで。そうぐらいのレベルですよね。じゃあまあなおさら、うん、プテフジ。駆動丸に基本は2人が2インポスターで終わんなかったらまあガミメイヤどっちかって感じじゃないですか。あトータスさんと入んないんでしたっけこれって。トータスさんは手で直してるし右だし。あ直してるのか。まあ昇降機右で直してる場合にワンチャンじゃない。そうねそれはあるね。プテフジ対抗なら駆動さんからもあるけどどうしようかな。プテさん。え駆動さんから対抗。怖くないですか。あ僕から行くの。僕アルマの信任情報出したし藤宮の方が後からアルマの情報は源さんが出してます、はい、しちゃった。まあ、まあ、シャレフに合わせれば正直俺はでも藤宮が俺に話し的に、まあ、それは弾ききれないっていうのが源さんから言ってたから。まあじゃあローラーで、まあ、優先度は低いと思ってますよ皆さん。配置してね。どっちからプテさんから事故りたくないから。じゃあプテさんからしようか。はーい。サントスさんボタンありましたっけ。ごめんね。これは意思表で藤宮にします。サバ行くか。あ、別に全然どっちにが怪しいと思っても変ではないと思います。うん。おお。ぬんあれ。神明ナイスナイスナイス。おい、助かった。ありがとうございます。左入力して押しました。右は神さんがやってくれてたから。はい、今キルクルって開けてました。29開けてない。うん、うん、ぴったりギリギリ。まあ基本は富士駆動釣りでいいかな、うん、まあ怖いのは、うん、まあ本当新太郎名屋ぐらいだけど。新名二郎だったら私まで人間二郎というか今日だからずっと源さんと新太郎と俺がむずそうだねって話をしてるから、うん、いやだから新太郎がマットで名屋さんが後ろで切ってるとかは可能性としてはあるでしょ。その場合源さんまでインポスターだ、ね、ただその場合そう2キルの2キルがもう全部左下で作られてると思ってください。その場合だとねプテさんが高田さんの情報もうちょい出ないって変かなと思うから多分ね原神名はね、うんうん、まあ、俺視点はほぼプテが、うん、あれだからまあまあ一番怖い可能性の話なんで、うん、一応その東田さんが覚えてるんだったら最後右側があったのは見てるんだけど。あ、ありがとう。ね、うん、真ん中と左から2番目と一番右で真ん中左から2番目一番右の順番で上げました。まあだから僕のマットは一応ないかな、うん、インポスターはあるけどね、うんうん、じゃあ大丈夫か。じゃあ藤宮さん釣りで、まあ工藤丸さんまで釣りで基本終わると思います。うん、うん、不動産のマットが否定されないとちょっとだるいのか。駆動神一緒にいる。駆動神一緒。ほい。はい。はい。すぐだったんで申しました。うん。あ、僕は一応スキップに入れます。これはもう釣り進行にする感じですかね。釣り進行でいいと思うけどな。うんうん、あの原神名はもう白に置きたいと思います。
高インポスターは釣れてるって目線、僕も、まあ、両インポスターかなって正直思ってたんですけど、なかったんで、まあ、1は釣れてるはず。高田さんの情報、宿舎の機能出してくれたのって、工藤さんだっけ、誰だっけ。あ、僕です、僕です。源さんがインポス、源さんがマットで慎太郎インポスターで、例えば僕がキッチンに出たときに展望から金庫に出、うん、行って、高田さん切るぐらいかな、僕目線で、うん、その2人が関与できるのは。そう、結局ね、高田さんのそのお肉位置がもっと左下に想定で寄らないと、私めやさん慎太郎さんって容疑にはならない。うん、厳しそうだと思うけどね、時間的にね、3秒以内でしょ、だって。だから、やれたアルマさんなんで、我々、基本的に。工藤さんがマットの時だけめんどくさいんで、あ、まあ、でも、この釣りでわかるか、いずれにせよ。マットだったら、あ、でも、高田さんはガミも見てますよ。あ、見てるんですね。あ、ガミさんも、はい。ガミ、工藤、高田の3人で宿舎脇。あ、宿舎脇は確定なのか。ガミさんもいたんだ。はい。で、2人がまだ動き出す前に、ガミがエンジンの方に走っていってます。あ、これ、まあ、ガミさん目線って僕で真ん中だったら誰に見えます？ちなみに聞くと。だともうトータスさんぐらいしか、その左さんに疑わない、まあ、浮いてるからね。はい。だから昇降機右で直して最後ベント切るとかぐらいしか残らないですかね。うんうんうん、そうだね。トータスさんは直した位置が偽装になるみたいな感じですかね。うん。うん、なんかそうなりそうで怖かったんで、死体の位置出た後すぐに自分の居場所を言いました。うん。うん、ちなみにガミさんの動き超今怪しかったんで、僕トータスさんよりガミさんのがあるかなって感覚僕は持ってます。 あれはお前だろ温度です。違う。お前だろ温度。お前だろ温度ね。お前だガミ。いや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 。くぅ、うん、合ってますよね。前だろ。よかった。いいのです。メイヤさん。はい。何何何。黒猫や。あ、メイヤ黒猫なんだ。あ、そうそうそう。初ターンで繋がれたんだけどな。そうなんだよね。藤宮から釣れればワンチャンあるかなと思ってヘイト向けだけどダメだった。これメイヤさんから釣られた私とか慎太郎さんが疑われちゃったかも。ああ、確かに。うん。まあ、3秒以内強かったっすね。うん、3秒以内で慎太郎源さんから僕の白って出ちゃうから。皆さんもそう白です。なりましたからね。うん。よし、じゃあ行きますかね。はい、お願いします。お願いします。